スースはい、おやじです。今日はね、2022年の1月23日です。日曜日。で、時間の方はね、もうかなり遅いです。23時1分ですね。はい。日曜日ですよ。日曜日の23時。わし、私は朝夜勤だわ。眠いわ。と。まあ、まああの、明日はね、 夜勤なので、遅くまで <laughs>、遅くまで寝とっても、遅くまで起きとっても、まあ、ええんですけれどもね、はい。そんな中でね、えっ、ー、と、今日、早速やっていきます。で、今日のテーマはですね、テーマというテーマ中ほどでもないですけどもね、今日も、ラジオ代わりに聞いてたい,いただければいいかなと思っております。で今日はですね、先日、うちの、うちの同僚、同僚のドライバー、 今ね、えー、っと、まあ、ここね、ここ、私の勤めているところはね、あのー、山口県防府市の営業所なんですけれどもね、はい、はっきり言って防府営業所です。私はそこに所属しております。でね、その同僚はね、私の本社、本社勤務の人なんですけれどもね、まあ、今、応援で、応援という感じで、まあ、我が営業所に、 応援の形で、来ているんですけれどもででその方ね、私の YouTube はもちろんのこと、他のトラックユーチューバーの動画もね、よく見るらしくて。でね、あるトラックーチューバーがあが、こんなことをね、面白いことをねいい、言ってましたけど、という話をね、されました。でね、その方の話によると、まあ、あの、 会社係だとか、会社の、まあ、グループリーダーだとか、職長だとかね、まあ、いろんな、なんかあの、まあ、悪く言えば雑用係まあ、私はね、雑用係っていう、あの、ことはね、思いませんけどもね、ま、あ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 まあ、まあ、そのことはね、まあ、その、雑用係みたいなことをね、言われてたらしいですけどもね、まあ、まあ、そういったね、 まあ雑用係はこっちの方に置いて,置いておいて、まあ配車係だとか、あの、ドライバーの、ドライバーのグループリーダーだとかはね、やらない方がいいと。で、そんなね、会社の雑用、雑用みたいな感じはね、もう、あの、決してね、あの、出世ではないので、きっぱり断んなさいと言ったことをね、言ってましたね。でね、あのー、 まあ私もちょっと見たんですけどね。ちょっと見たんですけどね、触りのあたり。でね、これ全部見てしまうと自分の思いが、まあ、こうじゃないよと、言った感じになってしまうのでね、まあ触りのあたりしか見ておりません。でね、人それぞれね、いろんな考えの方がおります。私の考え、そのユーチューバーさんの考えで、で、 20代の人の考えで、50代の人の考え、40代、30代の人の考えとか、あるいは、まあ、19歳だとかね、いろんな年代の考えがね、あると思うんですよ。思うんですけれどもね。うん、まあそんな中で私の50代、私の経験、運送業で経験した中でお,お話しします。でね、一つ、 一つ、前置き、まあ一つ二つ前置きとして、決してその方の発信を否定するわけではありません。ああ、そういう考え方もあるんだな。それも OK だよと。でも、私は、私自身はこういう考えと。でね、その人のね、YouTube、まあ私も登録してますけどもね、まあはっきりと、はっきりとして私、他の人ね、 他の人の発信ね、ほとんど見ないんでね、よくわかりません。で、その方の発信もね、まあ、あのー、タイトルは見ましたよ。タイトルは見ましたけれども、まあ、そういう考えもあるのかなと思っております。はい。で、いろんな考えがね、あっていいと思うんですよ。で、それで賛同した方は、そういう考えでいいし、私の考えに賛同した人は、そういった考えでいいし、いや、 両方違うよという方もね、もちろんいらっしゃいます。いろんな考えがいるんでね、それはね、あなたの人生。私の人生ではありません。で、そのトラックユーチューバーの方の人生でもありません。で、その方が感じた発信の仕方。私の、私が感じた発信の仕方。で、またまた違う方がね、ま、あ違った方が、まあ、あの、まあ、 聞いて、いやいや両方両方と、両方とも違うんじゃないの俺はこういう考えだよという方もね、いてもね、不思議ではありません。何の不思議でもありません。はい。前置き、長くなってしまいましたけれども、前置きはまあ、この辺として。で、私としては、廃車係だとか、あの、グループリーダーだとか、あの、廃車係はね、別としてね、グループリーダーだとか、職長だとか、まあ、 嫌な、あの、会社から、会社からパッと言われて、あの、嫌なことも、ドライバーね、伝えなくてはいけない立場なんですよ。はい。要するに、立場、立場の問題です、これは。はい。で、今まではね、平社員だったかもしれないけれども、平社員でね、あの、平々のうのうとやって、あの、来たのかもしれないけれども、やっぱりね、あの、 グループリーダーだとか職長だとか係長だとかねそういったことにねなったからにはねやはり自分自身も気をつけなくちゃならないし下のものねあの自分より下のものにその会社からの意向を伝えるんであれば自分もちゃんとしなければいけない例えばですよ 例えば、まあ、グループリーダー、職所になったとしましょう。職所になったのに、例えば、あの、アルコールチェックあるじゃないですか。あの、運行前、えー、っと、どういったまあ、会社に行ってアルコールチェックすると思うんですけど、まあ、アルコールでプーって吹いてね、あの、2回とか3回とか、まあ、そんな方はね、いませんけれども、まあ、 自分自身として、ちゃんとしなくてはならない。で、多分ね、ちゃんとしない、ちゃんとしない人はね、グループリーダーとかはね、できないと思います。会社からね、お願いされないと思います。でね、その、グループリーダーとかをね、任されるにはね、理由があるんですよ。どんな人ともね、あの、いいというわけではないんですよ。それはね、長年あなたがですね、 例えば、うん、まあ、3年、4年、5年、10年、20年と。で、あ、この人は真面目だな。仕事に真面目に取り組んでくれるし、この人,この人なら安心して職長を任せられる。グループリーダーとして任せられる。そういう人を選んで、あの、職長やってくれないか、グループリーダーやってくれないか。 くれないかドライバーのリーダーをやってくれないかと。で、会社からお願いされるわけであってね、もうね、そんなん、あの、もう、やってくれないかということに関して、いや、いや、俺やらないよ、と。それもね、あの、せっかく、それは会社が、会社が信用して、あなたを任してる、 お願いしてるわけだからねそれはあのすぐにねもうあのやってくれないかということなかでいや私はやらないよと言ったことはねあなた自身にとって私はねマイナスと思いますはいで誰でもいいというわけではありませんよでそれはいわゆるあなたが会社から信用されているという一つのね勲章ですよはい で、あのー、何度もかんでもね、もうそんなことはね、もうできないから、もう,もうやらんやらんちゅいうじゃなしに、に、まずはね、話を、話をまず聞く。もうね、最初からもうやらないんじゃなしに。で、例えばですよ、まあ、運転手しながら、運転手しながら、 運転手、運転手をやると言ってその会社に入っているわけだから。で、まずはですね、やるんであれば、今の給料を下げたくないんであれば、今の給料を下げたくないということを、はっきりと会社に言うこと。ま、あ今、今例えばね、あなたが、えっ、ー、と、月、月40万円、40万円の総支給があると。で、グループリーダーを、 だったがために、ね、えー、あのー、35万円とか、ねあのー、押したら、なんちゅうことないじゃないですか。なんちゅうことないですよ。給料が下がったら、なんちゅうことないじゃない,じゃない,じゃないですか。だから、今のままの給料でいいのかと。それが第一条件。で、それをやるにあたって、そのグループリーダー手当はあるのか、給料下がらないのか。大事ですよ。 要はお金ですよ。いやらしい話ね。お金ですよ。はい。その辺の話もね、しっかりとしておくこと。で、で、まだありますよ。で、あのー、なんていうか、会社から、会社から嫌なことを、で、あの、ドライバーで伝達しなくちゃいけないと思うんですよ。いろいろと。 例えば、ま、うん、あ、430、430中継を、このドライバーはしてないから、お前の方から、お前はグループ、グループリーダーだからきつく言っておかなくちゃいけないじゃないか、みたいなことをね、言われると思うんですよお。思うんですけれども、権限を持たされること、これ大事です。はい。なので、あのー、 例えばですよ。下のドライバーに、ね、いや、あなたは43番の中継をちゃんとしていないんで、やってくださいね。守れないんであれば、守れないんであれば、一週間乗務停止しますよ。もしくは、うん例えば、まあ一週間の乗務停止だとか、あのー、一週間、 地場産業をしてます、あのし、してもらえますよ。長距離は出れば、もう、あの、一週間出られませんよとか。で、続くようであれば、もう、もう地場に、もう地場に降りてもらえますよとか。そういったね、なんかね、権限をね、権限をね、持たせてもらうと。で、ただ単にね、あの、その下のドライバーに行って、行って、あの、権限もない。 権限もね、い回下のドライバーの方から、いや、あなたはグループリーダーになった途端に、なんだかんだ、というやつね、絶対いるんですよ。いるので、まあそういった権限をね、持た、持たせてもらうというのも大事です。ですが逆にですね、あの、あなたもちゃんとしなければ。あなたも自分でその、あのコンプライアンスとかね、 もちろん、守る必要もありますよ。それは、それグループリーダーがね、本当はあの、チャランポラン、チャランポランで、あの、会社の放棄守らないとかね、なんかね、いろいろルール違反をしたら、それこそね、あの、あの、言う資格ないので。で、自分自身も気をつけなくちゃならないと。そうじゃないでしょうかね。はい。ちょっと話は、それましたけれども。で、あの、 まあ次ね、廃車係に戻りますけれどもね。で、廃車係も、あの、いろいろね、廃車廃車に、廃車に関してね、いろいろ文句言ったりする人もあるんですよ。いるんですよ。あの、手積みが多いとかあの、空車回数が長いとか、なんか仕事がきついとかね、なんかね、いろんなね、いろんなね、変なことをね、言うやつがね、いるんですよ。絶対にいます。はい。 もうね、十人いればね、もう半分以上はね、あの、満足し、自分の配車に満足したという人はね、いないんですよ。絶対いません。これ絶対いません。私はね、もうね、確信しております。ですがね、あの、文句言う人に限ってね、で、あいつの配車はどうだこうだ、こいつの配車はどうだこうだと、あの、言うんですよ。だったらお前が配車すりゃいいじゃん。そうでしょう。 そういう奴に限ってね、反射ね、やれません。ようやれません。はい。なぜかというと、そういう頭がないから。<laughs> 悪いけど、そういう頭がないから。もう、文句は人一。文句は人一倍に言う。だったらお前反射してみりゃいいじゃないか。お前が満足するような反射すれ,ればいいじゃないか。ドライバーが10人いる。でね、ドライバーが10人いて、10人とも、 100%満足するような会社はね、もうね、絶対にいないです。はい。間違いない。そんな会社はね、ま、ま、まあるかもしれませんよ。日本、日本全国探せばね、満足、大満足だよという人もね、いるかもわかりませんけれどもね。でもね、ま、あまずいないですわ。はい。そんな会社は。そうなんですよ。なのでね、あのー、 じゃあ、お前は満足するような廃車はすればいいじゃないかと。いや、俺は廃車なんかやらないよ。どうって稼げなくなるものをと。え、適当なこと言うんですよ。だったらお前はすりゃいいじゃんか。お前を、お前は満足するような廃車すりゃいいじゃんかと。いやいや、俺は廃車なんかできないよと。いや、できん人間が文句言うなよと。<laughs> 言った感じですよね。はい。なのでね、廃車係もね、そういう権限をね、ま、あの、 あってもいいと思います。まあ、まあ、よその会社がどうなのかわかりませんけどもね、あの、配信に関して文句、文句言うんだったら、だったらお前がやるよと。ああ、あそこからお前が廃車すればいいじゃないかと。私はそう思いますけどもね。で、文句言う人間ほどね、仕事はできないと思います。はい。文句言うほど。 で、ただ文句を言う人。でね、文句を言うんであれば、あの、ちゃんと自分でデータを取って、データを取って、自分の配者はおかしいんじゃないのかと。他の人はこうこうこうだよね。なんで自分はこうこうこうなんですかと。1ヶ月じゃダメですよ。最低でもね、まあまあ、最、最、最低ランクでも3ヶ月ですよね。 よく言えば半年。もしくは一年ですね。で、一年、一年、一年のトータルの、あの、医車を見て、どう、どう見ても自分が不利な、なんかおかしいんじゃないのこの医車と。で、証拠をね、近づければいいんですよ。自分の医車おかしいじゃないのと。 もう10年、20年以上いる、あの人の医者の方がよっぽどい,いいじゃないのおかしいんじゃないのこれは。と。証拠をね、つく、つければいいんですよ。でね、たかだかね、1ヶ月とかね、1週間、2週間やっただけでの、おかしいなと言ってね、文句言う人はね、あの、それはね、単なるわがままと思います。はい。で、あるんであれば徹底的に証拠をね、つきつければいいんですよ。でね、そう、できない人間、 に対して、なんかね、文句ばっかり言っている。文句ばっかし言っている。ダメですよ、そんなんじゃ。なのでね、その、まあ、話戻りますけれども、グループリーダーだったりだとか、配車係だかたとか、というのは、もう会社からね、嫌な仕事をこいつに押し付ければいいわという考えの会社はね、まずい。いないと思いますけどね。 はいで。この人ならば、運転手をまとめてくれるんじゃないのかな。上手に配車してくれるんじゃないのかな。で、ゆくゆく、この人はドライバーから信頼があるので、配車係を任せたら、あの、上手に配車回してくれるんじゃないのかな、というのでね、会社がね、お願いし,してると思うんですよ。はい。嫌な仕事を押し付けると、押し付けられたという、 考えがある人はね、とっととね、そういう会社やめた方がいいですよ。はい。まあ、そういう会社というかね、そういうあなたがね、運送会社に来るなと思いますよね。はい。だってそうでしょう。会社、会社がし、しあの、この人に任せたら、うまくやってくれるんじゃないのかなと思って、 来てくれるんですよ。それに答えなければ。そうですよ。だってあなた、そこの会社に入るときには、もう自分、あの、一生懸命頑張るから、あなたの会社で一生懸命仕事頑張るから、と言って入ったはずなんですよ。それをね、あの、断るというのはね、なんかおかしいんじゃないのかなと。信,信用されてなってるんだから。 はい。私はそう思いますけどもね。で、まあもしね、もし別の意味で、いや、こう、あの、社長のやろ、社長のやろ、俺を、俺をなんかあの、ドライバーから降ろして、こんな役にやるんだったら、俺はもうとっととやめるわ、というんであれば、とっととやめた方がいいと思います。はい。あなたのためにも、会社のためにも、 全然よくありませんから。はい。私ね、あのー、今の会社、4年目。4年目に、5年目かな ?4 年目かな忘れましたわ。なれますけれども、あの、そういった気持ちはね、ないですね。はい。まあ、あのー、例えばですよ。会社の方から廃車かかるをやってくださいと。タイムアザトする。そうしたら、今の給料より下がらないねと。これが第一条件。 で、いろいろね、聞けばいいんですよ。給料は下がらないのかとか、こういう保証はあるのかということはね、会社と話し合って、で、最終、最終判断はあなたですよ。で、そこで気に入らなかったらやめりゃいいんですよ、とっとと。で、私もね、えー、2年前から2年前、コロナ、コロナの時で、ね、三サンクイズ、 トラックに乗れませんでしたよ。はい、で、その時に、まあ2ヶ月はね、あのー、休業保証あったんですけれども、で,で最後の1ヶ月は、あのー、夜の、夜の点呼、夜の点呼番。はい。夜間の点呼番ですよ。で、あのー、またまたトラックに乗れないと。もう3ヶ月目か、ええかがにしてくれよと私は思ったんですけれども、会社が、 会社が、あのー、悪いんだけど、やってくれないかと。た時に私、条件つけました。あのー、ドライバーと同じ給料体系だったら、やってもいいよと。そしたら、あ、それはもちろんです。会社保証しますと。った時で、あのー、双方が、まあ、私が納得して、やれました。 一ヶ月。そうしたら、まるまる一ヶ月、ドライバーと同じ給料でしたよ。はい。まるまる一ヶ月、まるまるでしたね。しかも勤務時間がね、勤務時間6時間ですよ。6時間半、半ぐらいだったかな。6時間半、7時間もなかったですよね。ドライバーとね、同じ時間ですよ。 うちのドライバーってね、じゃあ、の、十字眼なんですよ。はい。まあ、あの、ぶ,ぶっちゃけ、<laughs> 若者の言葉ですね。言いますけれども、はい。あの、まあ、他のドライバーも知ってますけれどもね、はい。なのでね、あの、まあ、給料もらった時に納得しましたね。まあ、まあ、給料もらう前から、それだったらやるよと。ドライバーと同じ、 あの給料体系だったらやるよと。なのでね、まあ、1か月でしたけれどもね、はい。まあ、それはもう、会社が保証してくれたので、ああ、ああ、いい会社、ああ、いい会社だなと思いましたね、私は。はい、なので、私は、会社に恩義をね、感じてますけれども、はい。まあ、なんだかんだ言ってもね、会社あっての従業員なので。 逆にね、従業員あっての、ドライバー、ドライバー、俺たちが働くから会社は持ってるんじゃないかという考えもね、確かにあります。確かにありますけれども、それはそれでね、いいと思うんですよ。はい。ですが、わがままばっかり言って仕事も、仕事もね、大した仕事もすりゃあせん。大した仕事もすりゃあせん。文句ばっかし。 ねえ、で、あの、で、お金ばっかし欲しいと。そういった方はね、とっととやめてしまえばいいわと思いますよね。はい。まあ、あの、最後に、その、まあ、あの、トラック、そのトラックユーチューバーさんが、どういう発信していたかは、わかりませんけれどもね、あのあ、あからさまに、その、もう何度もあかんでもやらーんと、いや、やらーんと言うんじゃないしに、に、納得すればいいんですよ。 納得すれば。で、あなたもお金が欲しくて入ったはずなんですよね。で、今のドライバーの、今の私の、この給料より下がらなかったら、やっともいいですよ、と。で、それプラス、それプラスアルファを望むんであれば、あの、ちょっと、ちょっとかわしが出たときに、かわしをしたときに、例えばね、あの、一回、一回かわしを、 かわしい横持ち。倉庫から倉庫への横持ちをやったときには、一発2000円くれよとか、手当てをつけるよとか、ねえ、い,いろんな条件を、ね、提示すればいいんですよ、会社ね。で、納得がいかなければ辞めればいいんですよ。いや、会社係はできないよ。グループリーダーはできないよ、と。言ったところで、はい。で、そこで双方の思いがいかなかったら、 罰然すればいいんじゃって。はい。と思いますよね。もうはなからね、もう、もう何でもかんでもね、やないんやないんやなんし、あの、まあ、条件、折り合えば受けてもいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。で、会社は、あなたを、まあ、そこまで評価をしてく、評価をしてくれてしてくれてると。誰も彼もやってくれればいいわ。 人がいないからが車係をやってくれないかっていう考えじゃね、ないと思うんですよね。まあそういう会社もね、いると思いますよ。そう、そういうんだったらきっぱり断ってもいいと思います。それ以外はね、ちょっと耳を傾ける。まずはね、傾ける。で、自分の、自分のその条件を提示すると。こう、こうだったらやってもいいよと。で、自分でも権限を持たせてね。 例えばね、あの、いや、そこは、そこはいかんあそこはいかんつうんであれば、で、自分の権限で、で、こういう人は、あのね、仕事、仕事を欲してもいいかと。もう、もう言うことで帰るやつは、仕事を欲してもいいかと。いったこともね、いいと思うんですよね。はい。あまりにもひどいドライバーは、あまりにもひどいドライバーはね、会社の、 会社にとってもね、マイナスなのでね。はい。なので、ね、そういったこともね、あってもいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。まあ、だいぶ、あのー、話が長くなって27分も話してしまいましたけれども。はい。まあ、私は、その、まあ、その、グループリーダーだとか、会社がかかるとか、 頼まれるのはまあ、それで出世、それは出世なのかどう、どうなのかという以前にね、自分のその、あなたもお金が欲しいんだから、自分の条件に見合ったらいいんじゃないのかなと思いますけれどもね、かたくなに断るんじゃなしに、条件をつけるといったこともね、大事なんじゃないのかなと思っております。以上で、私の、 見解は終わります。はい。それでは、皆さんの参考になったでしょうか本日も最後まで見て,見ていただきありがとうございます。それでは、皆さん、ご安全にいってらっしゃい。